おはようございます。いつもね、この私の部屋で朝のウォームアップを行っております。まずね、このアプリケーションを使っているんですけれど、これね、このアプリを使ってやってます。あ、なんだ、出てきた。これ消して、で、体重、昨日の体重をちょっと入れときます。昨日は 85.1kg。はい、というふうに入力しました。はい、じゃあこれでね、朝のウォームアップ、ボリュームは上がってるよね。上がってますね。トレーニングプランっていうのがあるんで、それで、朝のウォームアップ、ありました。はい、これで、やります。じゃあウォームアップスタート。
1開始20秒ショルダーストレッチ肩をストレッチするトレーニングです半分の時間3、2、1休憩する次の30秒キップキック3、2、1開始30秒キップキック胸を上げてください半分の時間はい、今のがね、朝のウォームアップワンセットです。終わりました。で、これ感じ方とかあるんですが、普通ですね。はい、でもうあとね、一つあります。膝の痛み軽減っていうのがあって、それもね、やっております。なんか朝のウォームアップと膝の痛み軽減の、ストレッチ、それをね、行っているんですけど、これね、30秒 CM が流れるんで時間がかかるんですけれどね、それもやります。まあ、少し息が上がるんですけれど、はい、膝の痛み軽減ストレッチやっていきましょう。用意スタート。開始エクササイズ。足をクロスして左に横曲げ。3、2、1開始30秒足をクロスして左に横曲げ上半身の右側と太ももの外側がストレッチしているのを感じるはずです半分の時間3、2、1休憩する次の30秒足をクロスして右に横曲げ3、2、1開始30秒足をクロスして右に横曲げ上半身の左側と太ももの外側がストレッチしているのを感じるはずです半分の時間3、2、1休憩する次の30秒バックワードランジ3、2、1開始30秒バックワードランジ大きく前に一歩踏み出してください後ろです後ろ前ではありません半分の時間3、2、1休憩する次の1分クォータースクワット壁の前に立ってください開始1分クォータースクワット膝をつま先に合わせて一直線になるようにしてください
分の時間。次の20秒、壁クワッドストレッチ左。3、2、1、開始。20秒、壁クワッドストレッチ左。このトレーニングで四頭筋をストレッチすることができます。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20秒、壁クワッドストレッチ右。3、2、1、開始。20秒、壁クワッドストレッチ右。トレーニング中、上半身はまっすぐの姿勢をキープしてください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20秒、オープンチェーン左膝エクステンション。椅子を準備してください。開始。20秒、オープンチェーン左膝エクステンション。つま先を体の肩に向けてください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20�秒、オープンチェーン右膝エクステンション。3、2、1、開始。20�秒、オープンチェーン右膝エクステンション。エクササイズの間は姿勢を持ち、前や後ろにかがんだりしないこと。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の1分、クォータースクワット。3、2、1、開始。1分、クォータースクワット。膝をつま先に合わせて一直線になるようにしてください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20秒、まっすぐ左脚上げ、マットの上で行うことをおすすめします。開始。20秒、まっすぐ左脚上げ。エクササイズの間、上げた足はまっすぐに固く持ってください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20�秒、まっすぐ右足上げ。3、2、1、開始。20秒、まっすぐ右足上げ。つま先を体の肩に向けてください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20�秒、ピラティスクラムシェル左。3、2、1、開始。20秒、ピラティスクラムシェル左。
下側のウエストを床から離してください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20秒、ピラティスクラムシェル右。3、2、1、開始。20秒、ピラティスクラムシェル右。上側の足の膝を上げながら息を吐き、下げながら息を吸ってください。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の30秒、キップブリッジ。3、2、1、開始。30秒、キップブリッジ。このトレーニングは尻筋に本当に効果があります。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20�秒、ザイハムストリングスストレッチ左。開始。20�秴、ザイハムストリングスストレッチ左。腰痛軽減に効くエクササイズです。半分の時間。3、2、1、休憩する。次の20�秴、ザイハムストリングスストレッチ右。開始。20�秴、ザイハムストリングスストレッチ右。背中はまっすぐのままにしてください。半分の時間。3、2、1。よっしゃ、はい、終わりました。ちょっとアプリを確認します。はい、これで完了ということで、感じ方楽、とても疲れる、まあ普通かな。はい、で次へ、で、完了です。これと見えないと思うんだけどね、このグリーンの丸がついてるのはね、カレンダーで、今日も、エクササイズトレーニングやりましたよっていう印です。はい、という形でね、まあこの後、着替えて、で、ウォーキングを行って、練習が終わってからあそこに体重計があるんで、まあ、体重を測るという、流れで、毎日ね、トレーニングを行っております。今はね、今日から冷え込むということで、どうなんだろう、天気ちょっと曇ってますけど晴れてますね。はい、ちょっとね、風気をつけながら、この後、まあね、1時間ぐらい時間をね遅らせてますんで、まあ1時間後ぐらい、10時30分ぐらいからね、ウォーキングを行いたいと思います。はい、ということで今日はね、私の朝の、ウォーミングアップと、膝の痛み軽減の、トレーニングを行いましたっていう動画でした。はい、今回この件で失礼します。